カルビーは6日、一部商品について6月1日、納入分より価格改定及び内容量変更を実施すると発表した。エネルギーコストや原材料価格、物流費の高騰に伴うもの。対象は、ポテトチップス17品、じゃがりこ15品、じゃがビー7品、かっぱえびせん13品、札幌ポテト7品、その他スナック9品の計68品。店頭での想定改定率は 3-10%。 さらに新発売のスナック1品も新規格とする。